家へ帰る前に思い出の場所に行きたいとせがむアル。エルザは壊れるままその場所を星見の塔へと赴いた。綺麗だね。これは死んだ大地の光。あの星々は生命の輝き。同じ光でもまるで違うのね。ここは思い出の場所なの。あの時ここに母様が立ってて、それからこっちで父様が私を肩車してくれた。父様も母様も私が小さい頃に亡くなったの。だからみんなで過ごした記憶はあんまり残ってないの。でも三人でここに来て一緒に星空を見上げたことだけは不思議とよく覚えてる。うわぁ、すごいな。流星雨って言うんですって。その時もこんな風にいっぱい星が流れてて父様が教えてくれたの。そういえば俺もこういうの見たことあるな。子供の頃だ。あの頃のことなんてずっと忘れてた。何これ？レンズだよ。父さんの形見なんだ。こうして空を見ると、ほら、ねえ、私の守護星がどれだかわかる？左の方にある女神像を見て。そうそう、その女神像が指さしてる青い光の星の。あれ？ううん、その青い星から上に行ったところよ。あ、そこよ。二つ葉の星というらしいの。どういう意味があるんだい？運命を大きく変える星。誰かの運命を変える星らしいの。エルザの守護星はどこ？あれかな。あれは誰にでも優しくてちょっと優柔不断な星ね。え、本当？なんだかいろいろ思い出しちゃった。どんなこと？
今の歌は？母様がよく歌ってたの。本当は歌詞もあったと思うんだけど、小さかったからそこまでは覚えてないの。ねえ、エルザは夢ってある？夢？うん、教えて。まあ、あるにはあるけど、笑うなよ。笑わないってば、約束する。俺は、騎士になりたいんだ。騎士？あ、どうして騎士なんかになりたいの？俺の生まれた村は戦で焼かれたんだ。それで父さんも母さんも死んだ。平民なんて誰も守ってくれない。だから、アルはどうなのさ？アルの夢って？やっぱり世界中を旅してみたいかな。ずっと家に閉じ込められているのはもううんざり。まるで囚人よ、今の暮らしは。だけどそれだけ大切に守ってくれてるってことだろ。じゃあエルザは耐えられる？外に出ることも許されないような生活に。それは。エルザの言いたいこともわかるよ。外の世界だっていいことばっかりじゃない。それはわかってる。でもいいところも悪いところも含めて見てみたいの。何も知らないままでいたくない。ねえエルザ。ん？私も一緒に連れてってくれない？このままどこかに。なんてね。ドキッとしたでしょ。ある。ちょっと言ってみたかっただけだってば。約束通り素直に帰るから安心して。今日はありがとう。アルは一人町の雑踏に消えていった。エルザはその背を見送る。温かかった夢が冷めてしまったような寂しさを抱きながら、エルザも一人酒場へと戻った。